い、こんにちはです。さあ今日これからですね、岡山に行きます。久しぶりに新幹線乗ります。仙台はよく行ってるんですけどね、久しぶりですね、東海道新幹線。今回ですね、5月22日に、岡山のね、茨ホビーさんで行われる公式東海道新幹線、やっぱりね、座席狭いっすね。 Wi-Fi あるんだ。しかし、たくさんだったんですよ。福山着きましたね。現在1時40分です。1時40分だね。さあこっからですね、福山駅からいよいよ茨城に向かっていきます。でね、茨城さんの最寄りの駅は子守唄の里高屋駅、これで間違いないと思うんですよね。でそこに行くにはですね、これだ、じゃん、福潮線というのに乗ります。13分発なので30分ぐらいありますから、なんか食べていこうかな。でもこれ中で何だかな、結構下がりますね。こんな感じの運転になってますね。一回乗り換えるんですね。これ神戸って読むのかな、神に変、福潮線というのに乗って、次に茨鉄道茨線に乗るんですね。こんな感じの流れになっております。まあもう あと30分ぐらい着くんですね。さあとりあえず福潮線というのに乗り換えたいと思いますが、まあ、時間がちょっとあるんで、なんか食べれたら食べていきたいなと思っていますが、どんな感じなんでしょうか。いやー、といいますよ、新幹線は。やっぱり、なんかあるといいんだけどな。福山駅です。だいたいなんかあるパターンじゃないかな、これ。新幹線の、ホームね。おお、なんかありますね。お土産屋さんか。お土産屋さんはない。お土産屋さんってあるぞ。福山城。福山城ってあるんだ。光る反射しちゃってからめっちゃかっこいいな。へえ、福山城。ホールコーヒー。一回出た方がいいのかな。一回出ましょうか。
いろいろなんか貼っといた方がいいのかな。帰りましょう。お土産屋さんもあるな。さあ、福祉用線、あ、これだ。8番線13分1番線ですね。おお、お弁当ありますよ。今日の夕飯なんか買っといた方がいいのかな。そしてここはドトールだ。さあ出口、駅の構内にはお弁当屋さんしかないな。どうしよう、一回出ちゃおうかな。まあこのままね、7番8番線これだ、ここで行くこともできますが、ちょっとパッと出て、どうせ行って買わんとならんから、ちょっと出ちゃおう。あ、これ福山駅、面白くやってます。なんかないかな。お弁当はあるけど、レストラン的なものは。お土産街道、福山駅降りたことはないんだよな。ないよね、確か。お土産街道ですが、レストランみたいなのあるのかな。まあ、ちょっと探してみたいと思います。間に合うかな。いや、美味しかったっすね。どこまでだったっけ。福山から、どこだっけ。これ富士山あれどれだ。ここでね、買いました切符。すいません、高谷駅まで切符買いました。さあこれですね、8番線中行きワンマン。さて、いやちょっと時間が焦りましたが、なんとか間に合いました。温泉さ、何両なんだろう。1両もありえるよな。時刻表なんかはちょっとね、取っておきたいんですけど。
温泉来てるのかな。いやあ、これだ。何両編成だろうか。2両編成。意外と座れないんだな。時刻表を調べてくれってなってんだ。なるほど。残念ながら時刻表を調べてくださいになってますね。で、一応1時間に1本ぐらい出てるみたいですね。ネットとかで見てみてください。8番乗り場に電車中の電車は14。はい、神鍋と呼ぶんですね。神鍋駅着きました。さあ、ここから茨鉄道に乗り換えますが、どうやって行くんだろうか。このもんのかな。さあ、あった時刻表。まあ、こんな感じで1時間に1本ぐらい出てるんですね。8時は4本出てる、ね、こんな感じになっております。さあ、どれだ、茨鉄道間に合うのかな。5分あったら、乗り換え、乗り換え、あったですね。茨鉄道神鍋駅、ちょっと一回止めます。写真撮って、やべ、うろうろしてたら行っちゃいました。余裕ぶっこいてる暇がなかったですね。ってことで、ここで1時間待ちっすね。お話ちょっとのんびり1時間待ちます。ないかな、時刻表とか。元気だ。連絡船だからみんな終わったと思われちゃったんだな。待って、ちょっとトイレ入って待ってましょう、ゆっくり。いやー、しかしやっちまいましたね。そもそもなんだっけ、福潮線になってたな。あれがちょっとね、遅れてたんですよね。5分で余裕見てたんだけど、多分5分なかったんだな、追いついた時点で。まあ、とりあえずまあなんとかでも1時間に1本出てるんでいいですね。私の前通ってた岡山県のサッカーチームのところはさっと2時間3時間っていう時もあったんで、これ1時間に1本出てるのは助かりますね。ということで、ちょっとここで小休止、休憩します。ライブでもやろうかな。はい、お下がりください。そう、電車が入ります。来るみたいですね。ご注意ください。今度は乗り損さないようにしないと。こっちでいいのかな。ここに変装がいいの。総社方面行き、このホームから発車しますか。お、電話だ、一旦切ります。おっと、これだね。さあ、来ました。まあ、これに乗って今度、どこだっけ、高屋駅に向かいます。
このまま乗れると思います。はい、ということで、とりあえず電車乗りましたが、本当何分ぐらいだろう。そうですね、あと時間かけてますね。この列車15時37分に発車いたします。総運の名と荏原行きです。はい、各駅に停車いたします。発車まで8分ほどお待ちください。で、私は乗りに行きますですね。子守唄の里高屋というところで降ります。3駅ですね。時間は10分かかんないぐらいなんですね。さあ、もうすぐ着きますね。ということで着きました。森唄の里高屋駅、駅に着きました。ちょっと一旦取り物を切り開きます。あれ、なんか止まってたかな。さあ、着きました。はい、ちょっと遠くなっちゃったけど、見えます？タクシー乗り場、小駅です。さっき降りてきたところです。で、喫茶店なんかもありますね、食堂。さあ、ここから行くから、はい、子守唄の里高屋。ちょっと風ゴーってなったりと思うけど、ここから茨城さんまでね、歩いて10分ぐらいですね。まだタクシーで行っちゃってもいいんじゃないですかね。そして今、実はお迎えに来ていただいたんだけど、ちょっとね、なんつーの、これ案内動画も撮りたいんで、歩いて行きまーす。ありがたいですね。駐車場。しかし、ちょっと失敗したのがね、荷物だけ持ってっといてもらえばよかったなと思って。失敗しました。さあ、まず、ここを右に曲がりますね。まあ、行き方なんか何通りかあると思うんですが、まずここを右に曲がりましょう。さて、青空市場となんですね。そして曲がったら、しばらくずっとまっすぐ、ナビを見ながら来ておりますが、さあ信号を渡ります。
ところコンビニっぽいものはないようにも見えますが、どうでしょう。あと8分、どんぐらいだろう、600メートル、歩いてもすぐですねこれ迷わなければいいんだが、まあ道一本なんで今のところで、パソコン今日持ってきてるんでちょっと重いっすね。これ本当なんていうか散歩動画だな。だっこなんか子供の日、カラフルな家がありますね。よいしょ。パソコンが重い。パソコンが重いよ。さて、あと7分になった。これは違う。左に行って左にちょい曲がりのそのまま真っすぐみたいな。電車屋さんかなこれ。そうですね。おお、すごいとこ入ってるな。この細い道を行けと言ってますね、私のこの Google マップは。これが今日はいいけど、今度あれだな、サッカー場行くのにパソコンがちょっと重いな。さあ、まっすぐ、これ何でしょう、お寺。なんかいいっすね、非常に歩いてて心地がいい。さてさてさて、あと5分ですね。だいたい半分来たかな、半分来たっぽいな。なんか風情のある街ですね。風情のあるって今一味わかんねえで言ってっけど、まあ使い方としては合ってる。なんか山の方はちょっと天気が微妙な気もするけど、どうでしたろう。荷物が重い。しかも足にガンガン来る。うわ、なんか公園があるよ。4分になりました。このまま着いちゃうかな。一回切んなきゃダメかな。あと350メートル、やっております。いやー、 Google マップって便利っすね。いまいちどっち歩いてるのか分かんなくなっちゃう時なんだけど、こういうものが夜中にあったと気づいたのはつい最近。おっと、車来るんだ。抜いてもらっちゃおう。よいしょ。さてタクシーが。いよいよ300メートル切りましたよ。4分。さあ、ここまで行きますか。またちょっと細い道になるのかなこれ。ああ、なるほど、そういうことか。よいし
と取れてるかな。左方向ですね。あ、なんかここは車で通った記憶があるな。はいはいはい。これちょっとね、荷物がね今日重いからかなりハーハー言ってますけど、歩くのちょうどいい距離じゃないかな。よし、さあ、お、見えましたね、茨ホビーさん。もうそこです。さて、こんな感じで歩いてきました。ここは水は上がっちゃってんのかな。はい、橋をね渡りますね。うわー、いい天気だ。まあ他のルートもあると思うんですけどね、大体10分で行きますね。これなんか自動車みたいな。はい、これ曲がったところが確かもうちょっと行くのか、茨城さんです。あれっすね、お弁当とかどっか売ってるとこあんのかな。自販機はねあるんですよね。昼食とかをどうすんだか。いや、非常に道分かりやすいですね。ほぼ1本で10分かかんない。さあ着きました、ドラゴビーさんです。赤い看板がかっこいいですね、非常にね。さてさてさて、はい、自販機もありますし、車もね何台か入れられるんですよね。これはちょっと聞いてみましょう。はい、到着しました、茨ホビーさん。かっこいいね看板。はい、ということで着きました。あ、どうも、先ほどはすいません、今ちょっと動画撮ってるんですけど出ちゃって大丈夫ですか。あ、どうです、どうもすいません、ちょっと動画撮っちゃってるんですけど大丈夫ですか。どう、あの、何か一言。突然。とんでもないです。5月22日楽しみですね。はい、ここはあのなんかコンビニとかってあるんですか？ここら辺は。コンビニはね、あの高屋駅から反対側に向かっていったら。ああ、じゃあお弁当とかあれですね。そうですね、お昼ご飯は。お弁当はあの、すぐ近くにホットモットとかが。あ、あるんですか。はい、へえ。じゃあもう安心ですね。そうです。わ、ちょっと車何台受けますかね。車ね、ええ、実は第二駐車場がある。あ、そうなんですか、はい、でもここだけでも相当受けそうですよね。まあですね、ええ、ここは何屋さんなんですか。ここはデイサービスとか。ああ、なるほど、へえ、はい、元気っすね、今日超気持ちいいっすよね。あ、これあれですか、オリジナルの服なんですか。あ、そうです、そうです。へえ。ここが入れるんです。あ、そうなんですか、もうすごいじゃないですか。じゃあもう全然大丈夫ですね。どうせあれですよね、こう打ったら帰るみたいな感じ。だとちょっと今日レンジ見てちょっとそこら辺相談しようかなと思って、はいはい、ちょっと行ったと思いますね。はい、ここは茨ホビーさんの、試合会場ですね。当日のね、公式の今練習の撮ってる方はいらっしゃいます。ここが会場ですね。すいません、ちょっとどういう風になるかがこれから要相談と。マジで。さて、そして、駐車も車もいっぱい止められそうで、ちょっ
すいません、中取ってきますごめんなさいね当日ここが受付、そして待機場で、あと何だろう、重検も多分ここでやっちゃえると思うんですよね。そして死者をね、茨さんのこのインドアフィールド、こういうとことかでやろうかなと。あと2階もあるんですよ、いうふうになりそうですね。自販機もね何個かあるんで、昼食なんか昼飯ご飯は自分で持ってきておいた方が、あとなんかホットモットお弁当屋さんもなんかどっか近くにあるらしいです。だから大丈夫かな。さて、じゃあ意気込みを あーすいません、ありがとうございます。じゃあ生茶をいただいていいですか。冷たいの、冷たいので、はい、いやでも本当に楽しいですね。楽しみです、まあ不安でしょうけど本当に公式できるぐらいまでなったのすごいですよね。ほんま社長のおかげですよね。いや初めて前の場所でやった時行ったんですよね、なんかでみんなで、あの時に公式取ったらどうなっていう話で、そうですよね。あの時ロンリーさんとかJさんとか来てくれたんですよね、ちょうど。でもあの時まだ本当に、APS 始めてたのって2人3人 ですよね。川村くんも広島に来たから良かったですよね、ちょうど。広島帰った時に確かちょうどそうなんですよね、タイミングが。でうちに遊びに来てくれたんですよね、はい、タイミング良かったですよ。本当ですよね。もう岡山で公式ってのは僕の長年の夢だったんで、すまんってかなり遠いようですけど散々来てんのに、どっかないのかなってずっと思ってたんで、本当嬉しいですよ。社長が普通来ないですよね、東京からでも本当電車もすごい、福山からすぐだし。あ、そうですね、福山か、そうですね、ですよね。車も結構本当駐車場全然止めてますもんね、さっきの第二駐車場も含めて。そうですね、いや、あ、そうだ、まあ、こんなにいいとこないですよ。さあ、ということで5月22日、だから4月の22日ぐらいから始まるんですね、受付が、はい、ということで始まってほしいです、はい、じゃあよろしくお願いしますさて、ということで、おじゃ、どうも失礼しまーす。バラさんをおとにし、今度はですね、いやでも本当楽しみですね、5月22日。歩いて20分ぐらいのところにホテルがあるんですよね、はたこ屋さんっていう。そこにちょっと今度は歩いて向かいたいと思います。普通はどうなってるかな、20分ってなってますね。 1.6 キロ。まあ何時スタートとかそういうのは何だろう、後々発表があると思うんでね、楽しみに皆さん待ってましょうね。よいしょ、でまず左に曲がる。いやでも公式をね初めて主催するっていうのはね、なかなかプレッシャーですよね、やっぱりね。
そらく大丈夫かなと心配だと思いますが、意外とね大丈夫なんですね。これあれだな、やっぱりメモリーカードが足りんかもしらんな。まあいいや。さあ18分になった。 1.5 キロ、まあまああるからな。一応20分ってなってますね。この山を迂回してるんだな。さてちょっと軸線に乗りましたね。これこの一応川にもこれ水が入ってないけど川沿いに行きますね。よいしょ。のどかでいいな。ほう。さあ17分になった。残り 1.4 キロ。駅から来るよりもちょっとあるかな。倍ぐらいありますね。川に沿って道があるんですね、これ。ちょっとメモリーカードが心配。いやでもちょっと来てみてよかったっすね。茨城さんまで。今日は4月の、7日 ?4 月7日ですよね、今日ね。今日この後私はこの、旅籠屋さん、茨店、こちらで予約してるんで、そこでのんびりしてたいと思ってます。さあ、残り16分。4分経ちましたね、もうね。道分かりやすくていいな。さてさて、あの駐車場もねいっぱいあるしね。何気に電車もですね、まあ時刻表見て合わせればそんなに遠くもないという。福山からもほんとすぐですね。立地も非常にいいですね。だからね、さてここを左に曲がりますね。ずんと旅籠屋さんに向かっております。旅籠屋さんいつから予約できるのかな。あそこね、変な話一人で泊まるのもったいないような気がするな。お、なんかお寺がありますね。ここ左に曲がります。あのホテルから来ると逆になるわけですね。さあ5分経ちましたよ。自然に囲まれております。よいしょよいしょ。お、残り14分になった。一回これどっかで止めた方がいいのかな。さてさて、このまま今度はそっか、さっきの川がこっちになってるんですね。これね、うん、お、菜の花、菜の花が綺麗だ。4分遅いってことはこれまっすぐ行くんだな、このまま。さあもうすぐで残り1キロになります。
菜の花ゾーンが。どうしたらいいか。ちょっとこう。よっと。そうですね。ここを抜けていくんですね。これね。まっすぐ。13分になっている。なんか鳥が飛んでたけど追えんかった。斜め左ね、こっち行ってますね。なんか食料買えるとこがあるといいんだけどな。なんかあんのかな。さて、こう行くんだ。13分7分経ったんですね。うん、7分経ってる。動画もいやー、しかしこれ駅から来た時も言ったけど、パソコン重いな。カラオケ喫茶夢。カラオケ喫茶ありますよ。あ、こっち専用駐車場。よいしょ。残り1キロを切りました。950メートル。小規模多機能グループホームラスパ水木。こんなもんありますね。いやー、あと900メートル。900メートルですよ。あとちょっとね、久しぶりなんでね、あと何気にこのカメラでそんな撮り慣れてないから、声の大きさ大丈夫なのかな。撮れてるといい、拾えてるといいんだけどな。拾えてなかったらこの動画悲劇ですね。さて、一旦ここで止めるか。いや、まだ11分あるからな。もうちょっと行こう。8分。さて、あと 850m。 頑張る山中、頑張るんだ山中。あと 850m だ。残り10分。あと10分歩こう。でもダイエット的にはちょうどいいな、こんぐらいが。はぁ、しちゃった。結構あるかな。道的に。こんな感じなんだろう。10分。10分って。10分ばっか言ってるわ。お、でもこれ一回止めた方がいいな。ちょっと一回止めます。やべえな、メモリーカード持たないんじゃないかこれ。買っときゃよかった、新しいのに。やばいぞ。なんとか宿までたどり着いてほしい。ちょっと曲がるとこだけ取っていこうかな。なくなっちゃったら悲劇だからな。このままちょっとまっすぐ歩きます。残り 750m です。さあ、曲がるポイントが出てきました。ここを曲がると言っております、このナビ。残りね 650m。 先ほどのね道をまっすぐ来ただけです。ここ曲がります。どっちから取った方がいい。逆にこの宿から茨さん取った方がよかったのかな。
で、ちょっとまた止めますが、その道また曲がります。いや、勘違いしてました。なかったのは電池だった。慣れてないにも程があるでしょ、これ。ということで、ここ曲がります。よいしょ、はい、曲がりまーす、ね、さっき来たとこね。さて、そろそろどうなんだろう。桜が咲いておりますよ。あとね、500m、7分ですね。おお、なんか城みたいな建物が。おお、びっくりした。びっくりした。びっくりしたよ、今。左方向ってどういうことだ。まっすぐでいいんだよね、これ。あと500m。え、これ左なの？まっすぐだよね、そう。よいしょ。さあ、あと450m ですよ。もうそろそろでしょう。見えては来ないかな、まだ。いやあ、重い、とにかく重い。お、どこだ。もうそろそろ見えちゃうのかな、場所が。まだでも、まだ5分、あと5分ですね。400m、400m って言ってもね、そこそこありますよね。さて、はい、頑張ろう。さあ、またちょっと緩いカーブを曲がりつつ、そろそろですね、これね。350m。前ね、一回ね、止まりましたね、旅籠屋さんね。よいしょ。駅からもな、ちょっと、撮りたいな。さあ、これどっちだ？これは右方向です。右。右って言ってるけど、このまままっすぐだよね。ん？これを曲がんの？こういうこと？こういうことか。そしてこれ左入るんだ。果たしてこれちゃんとした説明な動画になってんだろうか。まあ、あとは、まあ、参加のね、参考にしてもらう程度でね、結局自分で調べてくださいといういつも通りの私の超適当なやつ。さあ、いよいよあと 240m ですよ。 240m ってことはだいぶ近いんじゃないの。さあ、あと3分。あれかな、この通り沿いかな。ああ、結構あちこちなんかいろんな工場があるんですね、この辺は。さあ、あと2分、 200m。 見えてもいいんじゃないか、これ。すぐなんだろうか。190。なんかあの2個目の止まりあたりのような気がしてるけど、それは近すぎるか。
うん、でもっぽいっすね、なんかね、車で来ちゃったからすげえ近いと思ってたけど、やっぱ歩くとねそこそこありますね。懐かしいモーテルみたいなね感じなんですよね、旗小屋さんね。車も止められて非常にいい宿。あれじゃないか、あれだ、あれ見えましたね、あれだと思います。さあ到着だ、あとはどうしよう、一旦ちょっとホテルチェックインして、これ今度駅に向かってみようかな。居づらい駅って言ったかな、さあこれですよ、着きましたね無事。何か食事をどっかで、そうだそうだ、学校あったもんな前に。うん、これが旗小屋さんです。残り 60m、はい、無事着きました。名古屋さん、今の電話だ、もうちょっとのところで。あ、丸善さんだ。じゃあとりあえず着きましたね、ここが旗小屋さんです。よし、はい、ね、こんな感じでね部屋があって並んでます。私は今日15号室もう鍵開けたんですけど、ざーん、一人で泊まるのはもったいない。こっちか、ついいんですね。で5500円です、料金。テレビもあるし、色もね結構ねでかいんですよね、助かりますねこれ。でトイレと、はい、トイレとお風呂も別、非常に素晴らしい。ということで、とりあえず着きました。さあ、自販機もありますね、これは助かる。さて、これ出るんだっけ、ですね、実はこのホテル、さっきね高谷駅を使ったんですけど、あの伊豆駅というのがね一番近いと、ちょっと分かりづらいんですよみたいな話なさってて、ホテルの方から聞いたんですが、まだ明るいんでね、あと何もやることないんで、ちょっと伊豆駅というのにも行ってみましょう。ここは旗小屋さん、これでいいのかな、こういうことか。Google マップがね、なんか歩いてる方向がよく俺分かんなくなる時あるんだよね、これありますよね多分ね、合ってんのかな、結構逆行っちゃってたりね。渋谷とか昔ライブ行ってた時、あれこれ逆じゃんってなることが何回もありましたね。これ合ってるのかな、合ってるな。一応ね伊豆駅っていうところは12分ですね、あと。その高谷駅はね多分ね旗小屋さんはね20分ぐらいかかるのかな。いわゆる茨城鉄道の沿線らしいんで、これ違うのかと思ったんですけど、沿線なんですね。さあ、いや今荷物置いてきたんでめっちゃ楽。よいしょ、よいしょ、よいしょ、左折する。おお、なんかあるな。
事するところもね、なんか今なんだパーラーパチンコ屋さんだ、他になんかジョイフルっていうファミレスがあるらしいんですけど、あ、ここだジョイフル、お、すぐだジョイフルあった、早速あった。さて、そしてね、ジョイフルファミレスですね。なんかでもせっかくなんで面白そうなとこ行きたいですね。ここの通りを使って最悪見つかんなかったらここに戻っていきましょう。これを超えるんだな、押しボタンかな、これ押しボタン式。よいしょ、押してください。チンコ屋さんとジョイフルで、ここを渡って左に行くと800m。なんかありそうですね、いろいろこの通り。さあ、信号は青になりました。よいしょ、今日は爆睡だな、これ夜。これで分かりづらいんですよねって言われたのはどんな感じなんだろう、どういうことなんだろうな。この辺からややこしくなるんでしょうか。一応陸線乗ってるよね。950m。山形電機と。いやー、でもちょっと明日どうすっかな、湯野号。さすがに、いつも泊まってるホテルまで歩きたいんだけど、あれ、パソコン持って歩くのきついな。斜め右方向に曲がる。斜め右、思いっきり右だが、この辺がちょっと分かりづらいゆえんなのでしょうか。右に曲がればいいと思うんだけど。ってことはもしかしてあれですか、協定ですか、これ協定の場外馬券場かな。また、俺協定全くわからん、買う心配なしと。これいいのかな。おお、水、この綺麗さ。右方向、え、逆なの、これ逆歩いてる。またどうや、なんかいいような気がするけど、こっちで水きれいだね、こういうとこは。ほんとどう、あー、減った乗った軸線乗った。これ場外、いわゆる船券場なのかな。いやー、このせせらぎ見てください、この川の水の綺麗さ。ほんと湯野号時代もそうだけど、飽きねえわ、これずっと見せても。
結構あまりに綺麗だからゴミも目立っちゃうけど、さて明日どうすっかなと、ちょっと実は悩んでいるのはどっちの駅から行こうかなみたいな。岡山にちょっと出たいんですよね明日ね。僕は今日は一旦これ動画ここで茨さんの動画としてあげちゃおうかなと思ってたりもしてます。さあここ右ですね。ああ電車あった。へえ近いじゃないですか。だからそこの旅籠屋さんで宿取って電車で来る方は、まあ高屋駅だとね、でもねタクシー拾えるからね、僕みたいなこの歩くマニアじゃなかったら高屋駅の方がおすすめかな。やっぱり旅籠屋さんに行くにしても、でも歩く方はここまで来ちゃった方がいいのではないでしょうかね。うん、さあということで、そうですね、あと5分。山は落ち着くね。山とか川は何だろう、ここは田んぼでしょうか。なんだかんだでもう9分ぐらい歩いてるな。はい、このまま行けるか、一旦切るのか。って何でしょうね。南無阿弥陀仏みたいな感じが一瞬読めましたが。さあ、あと350メートル。なんかね、これにレストランって文字も出てんだよな、僕のナビに。そこ行ってみようかな。いやでもちょっとここのとこ運動不足なんで、今回はいい運動になってるな。で旅籠屋さんがね、意外と埋まるとき埋まっちゃうらしいんで、もう公式参加するって決めた方はね、取っちゃった方がいいと思いますよ。あとあれツインなんでね、変な話2人で撮っちゃってもいいんじゃないのかな。みんなね、変な関係にはならないでしょうから。おお、そういう道通ってくんだね。これがちょっと分かりづらいって言ってたとか。いやでも確かにナビがないと無理だわ。あと3分、もうすぐ着きますね。はい、線路も見えてきました。はい、左方向です、さあこの先に無人駅だと思うんですけど、おー、びっくりしたよ。あー、犬が結構多いですね。東京じゃあんまないもんな、犬に吠えられるのって。油断した今。あれ、ちょっと今編集できるといいけどな。 GoPro ね、11分何秒までは大丈夫なんですけど、そこから勝手にね2つに分かれるんですよね。カラス、なぜ鳴くの。カラスは山にと。お、今あれだな、伝令を伝えに行ったんだな。カスガイガラス、何でも鬼滅に持ってくやつ。さて
きますよ、もうこんなとこに駅に駅あんのか、これどれ駅、一応もうあと70m。おお、あれか、すごいな、あったあった、こっちの向こうなのかな、もうありましたね駅が、伊豆駅、はい、こちらです、到着、自転車止めてあるな、結構使う人いるんだな、はい、ここですね、これどうやら、さて、どっから上がってるんだ、これ明日ちょっとこっちから行くことになるようなですね、はい、お疲れ様でした、これが駅です、はい、着きました、伊豆駅、こういう感じなんだね、はい、うん、階段登っていくと駅なんですね、無人駅ということで、こんな感じで着きました、案内があるよ、伊豆へ、じゃあ、へえ、那須与一ゆかりの茨城、そうなんだ、キャンプ場、オートキャンプ場あるよ、嫁いらず観音院、嫁いらずってあんまり良くないな、よろしくないな、まあそういう意味じゃないんだろうけど、はい、ということでね、伊豆へ、高屋、神鍋と、で、俺は明日この清香に行って、こっから岡山に行くようになると思うんですね、まあいいや、はい、ということで、ちょっと伊豆へ見に来てもらいましたと、びっくりするね、でもね、さあ、すごいな、これ、どこが駅なんだろう。あと2分、170m、おもむろに階段があるのかな、あ、越えてんじゃん、めっちゃうまかったぞ、何もかも、何もかもうまかった、ちょっと写真撮っておこう、よいしょ、いやー、美味しかったな、刺身も最高にうまかったですね、寿司もうまけりゃ天ぷらもうまい、あと小鉢のやつもみんな美味しかったし、いやまた来たくなっちゃうけど、来る機会ないもんな、もう、あーでもいいの、いい、いい夕飯食べさせていただきました、本当嬉しい、さてじゃああとはもう片子屋さんに戻って終了っすね、いい感じで暗くなってきましたよ、今6時40分、もうすぐ7時。だいぶね、日が明るくな、日が何、長くなってきましたね。
あ、幸せだ、美味しいご飯食べると。あ、本当美味しかったな。さてと、800m。なんか他にもね、何軒かあるんでどうしようかなと思ったんですが、あ、とりあえず今のところで食事で正解だったような気がします。まあ若干ね、2590円というね、ちょっとリッチな夕飯でしたけど、まあ今日は散々歩いたんでご褒美でちょうどいいかなと。君の屋御膳というのね、食べてみました。さてと、もうすぐですね。まあなんとなくここの通り、信号ここで渡った方がいいのかな。この道沿いのまま行っても、もう着くはずなんですね。ですよね。まあどこかで信号を渡りましょう。でも本当やっぱ荷物ないと楽だな。うわー、なんかここも美味しそうだったんだよな。もうなかなかね、来る機会がないところのご飯ってなんというか、どこでもドアが欲しい大衆食堂日本一、あの日になってたんだよな。あとなんか焼肉屋さんもあるのね。よいしょ、前だけ通ってみようかな。なんかこの食堂も美味しそうだね。これまたどうすか。うわ、うどんとかあんだ、やば。めっちゃ雰囲気いいじゃないこれ。何でもやってるやつだ。何でもあるやつ、パターン。うわ、うまそうだな。あらら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 。ここも。まあ、しょうがないよね。しょうがないでも。リコだしの煮干しの中華。日本一を目指しますと。やっておられます。すごい。さて、あれ、俺なんか変な音しちゃったな、ま、ナビ。さあ、どっかで渡りたい。ちょっとなんか讃岐うどんとかもあるよ、これ。キリがないもんね、でもね。キリがないから。ラーメン屋さんもあるし、何でもあるじゃないですか。ちょっと行ったところに、うん、あそこがあれかな、さっき通ったとこかな、あれ。あららららららら、なんか美味しそうなんじゃないの、このうどん屋さんも。やっぱね、関西来たらうどんですから。どうすか、このラーメン餃子の渋そうな感じ。うわー、すごい。インドカレー屋さんもあるよ。なんでもあるわ。これは困りますね、非常に。まあもう食べちゃったからね、もう食べちゃったからよかった。逆にもう食べらんないから。うどんも気になるね。はあ、全部あの4分の1ぐらいにして全部食べたいですね、ほんとね。11時から9時までやってんか。はあ、ということで、この旅籠屋さんの周りいろいろいっぱいあるんで、もう大いに食べてってくださいね。あ、ちょうど青になりましたね。すげえな、ボートピア。船券所ってやつなんだ、俺。多分。ね、まあ、近寄らないで行きましょう。おっとっと。
やばいやばいやばい、信号バカになってしまった。よいしょ、すいません。はい、そして最終的に焼肉屋さんもあります。さらにファミレスもあるよと、もう本当に至れり尽くせり。焼肉10時まで、はい、そんな感じですね。さて、あとどんぐらいかな、あと5分ぐらいだっけ、こっからだと。あと5分だね。なんか買っといた方がいいものあんのかな。自販機あるからな、下手に買うと食べちゃうから、もうこのまま行こう。茨ホビーさんのところの近くにね、なんか弁当屋さんもあるらしいです。ホットモットみたいな。からそれでもいいですし、まあ、当日はね、参加する方はお昼ご飯はなんかご自分で用意しておいた方がいいかもしれないですね。どこがなんだっけ、そこら辺まっすぐ行っちゃおうかな。ちょっと遠回りかもしれないけど、これがジョイフルと、まあ、何気にこういうところの方がハンバーグも好きなんだよね、割とね。ジョイフルって東京にもあるのかな。うわ、ステーキ重、牛下がりですって。またうまいんじゃないのこれ。朝の8時からやってるわ、すごいな。朝ごはん食べていこうかな。でも明日はあれだな、もう朝食べてから行くっていう手もあるか。まあいいよ、あれ申し訳ない、これ敷地内入っちゃってんだよこれ、駐車場の。さて、右方向、まっすぐ行けばもうあれかな、どっち、こっちか。お、あったあった、旅籠屋さん、うん、だいぶ暗くなってきた。旅籠屋さんの写真が撮れねえな。まあなんとかなるか。さて、ということでね、一旦ここで締めたいと思います。まあ、あの5月22日公式練習会が行われるということで、まあ、前日来る方はね、茨さんで、まあ、公式の機材で練習できるのかどうかは分からんですが、多分練習はできると思うんで、さすがにね、ぜひ前乗りしていろんな美味しいものを食べて、バッジも更新ということでね、行っちゃってください。いや、まあ本当主催の茨さんというかね、西岡さんなんだけど、西岡さんってあの西岡ダイナマイスさんじゃない、西岡さんね。まあ公式初めてやるんで、なんというか落ち着かないとは思うんですが、もう手だれがいっぱいいるんでね、最初はもうなんつうの、見てるだけでいいぐらいな感じでいいんじゃないかなって思うんですけど、楽しみです。いずれにしろ、はあ、本当岡山で公式ができるようになるとは夢にも思っていませんでした。ありがたいことですね。さあ、ということで名古屋さんに着きましたんで、ここら辺で一旦終わりたいと思います。今日編集できるかな。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、今田さんね、お邪魔させていただいてお話できて楽しかったです。ありがとうございました。ということで、これで終わります。失礼します。